コーディ・シンプソンはオーストラリア生まれのシンガー・ソングライター。身長180センチメートル。ジャスティン・ビーバーのように YouTube でアーティストの歌をカバーして絶大な人気を得て2009年プロデューサーのショーン・キャンベルからコーディの YouTube チャンネルに会いたいと連絡があった。それから2010年4月、コーディはアトランティックレコーズと契約を交わした。 オーストラリアに3人兄弟の長男として生まれ、ゴールドコーストで育ったコーディは、ギターを弾き語る、父の姿を見て興味が湧き7歳でギターを習い歌と、共に練習を積んでいった。12歳になるというチューブで、ジェイソン・ムラーズの I a m You r s ジャスティン・ティンバーレイクの暗い目、エイリバート、セニョリリタ、ジャクソン後の I ONTU バックをカバーするようになる。 それを見たプロデューサーのショーン・キャンベルがコーディーに連絡してコーディーと父はキャンベルに会って数曲ほど書きレコーディングのためアメリカに飛んだ現在はアメリカ・カリフォルニア州のロサンゼルスに在住そしてラッパーのフローライダーがラップで参加している III フィートフローリッドをリリースし YouTube での再生回数は1250万回を突破する 人気ソングとなった。2011年3月15日に発売された、ファーストアルバム、4U は、ツイッターのトレンドワードで、第3位となり、フォロー数は45万人以上いる。まだデビューしたばかりではあるが、ティーンからの圧倒的な、人気から、第2のジャスティン・ビーバーと呼ばれている。そして、4月1日から、同じく YouTube 出身のグレーソン・チャンスとともに、 アメリカでツアーを行った。グレーソンチャンスとは仲が良い。2011年4月10日にユタ州のトワコンハイスクールでライブコンサートを行っている。日本では2011年からスペシャルサイトがオープンし、4月6日から III が配信スタート。また、日本語訳したコーディのツイッターもオープンし、勢いが止まらない。 2011年10月には来日し、ライブやミーティングを行った。学校で2年間日本語を学んでおり、日本食も大好き。4U ラウィンドオブアプローズ、I.I.I.O.L.Day Don't Cry Your Heart Out, I.I.I.Cost to Coast, Good as It, Gets Crazy But True, On My Mind Not Just You All Day Angel. ありがとうございます。